C 言語と C++ をつなぐ第3回目。今回はね、ちょっと趣向を変えまして C++ 同士をつないでみますよ。 DLL です、これ。 DLL にリードホールテキスト関数を実装しまして DLL エクスポートとしました。そしてエグゼ側ではこのように DLL インポートとしましてリードホールテキスト、はい、じゃあ実際に動かしましょう。はい、DLL に入っていきますよ。来ましたね。うん、問題ない。はい、文字列、うん、ちゃんと入ってるようですね。はい、でこの黒い画面に出てくる。うん、いいですね。はい、さて、じゃあ全然これ問題なくね、 C++ 同士 DLL といくぜ繋がってんじゃないかと。これはね、まあ繋がってますね。2017にしてみますよ。2017でも同じものをね作ってます、あらかじめ。2017の DLL に繋いでみましょう。このねデバッグの作業ディレクトリ、これも17の DLL がある場所にしておきます。こうしますと、それでビルドすると17で作った DLL とつながります。はい、まああれだ、モジュールの確認しとこうかな。デバッグウィンドウ、これだ、これモジュール、このねモジュールという、ちょっとここに入れとく。これね、エグゼ自身これ出てるでしょ。あったあった、これ DLL あるでしょ。 DLL12017、 これはビジュアルスタジオ2017でビルドしてますからね。ソースコードは同じだけど、はい、じゃあ入っていきますよ。問題ないですね、素晴らしい。はい、問題ない。あ、そう、黒い画面も見ましょうね。大丈夫、全く問題ないですね。じゃあ15に行きますよ。こちらも作業ディレクトリを15に変えます。で実行しますよ。問題ない。うん、あ、この中には入んなくていい。はい、あ、いい、いいですね。あ、ここね、ここも見ておきましょう。2015がちゃんとロードされてるでしょ。うん、問題ない。じゃあ2013に行きますよ。15のところが13になります。これでどうなるんでしょうか。ロードはできてますね。 DLL12013 ですね。ちょっとモジュールの内容どうなっているか見ますか。ここちょっと気づきましたか。ここ MSVCP140DDLL120DDLL なんですか、これは。嫌な予感がしますよ。この140と120、ちょっと先にお話ししておきますと、さっきまで、つまりビジュアルスタジオ2015までですね、うまくいってたのは、これが同じだから。これが 140DDLL。つまり STD ストリングだとかそういうものがですね、 C++ の標準ライブラリーが同じものなんです。同じものだから問題なかった。しかし今これ別だから、まずい、これは。はい、入りますよ。動いてんじゃないかって。いや、だってこれは
2013の中で動いて、2013が生成したコードの中で動いている。ここで文字列が生成されます。戻ってきましたね。こういうことが起きる。データ構造的なある程度のこの類似性、まあ当然ねバージョンを上げてるだけなんだから類似性っていうか同じところもあるでしょう。ですから文字列はかろうじて出ているが、落ちてるでしょこれ。デバッグアサーションフェイルドでしょ。さあどこで落ちてるのかっていうと、オペレーターデリート。要するに、ビジュアルスタジオ2013で生成されたモジュール DLL ですね。DLL の側でメモリー割り付けをしたものをエグゼ側、これビジュアルスタジオ2019ですね。で作ったプログラムの側でメモリーを解放しようとした。いやそれはダメでしょうと。それがさっきの話につながってくるわけです。MSVC140 と120でアロケートしたものを140でフリーするってダメでしょってこと。こっちで割り付けてこっちで解放ダメです。こっちで割り付けてこっちで解放もダメです。いやそれぞれがだって取り仕切ってるから、それぞれは。で先ほどまでうまくいってたのはこれ1本しかなかったから、 MSVCP140DLL 側エグゼ側で両方で同じ DLL を使ってたからうまくいった。それが成功するための条件なんですね。この条件を満たさないと失敗する。だから非常にこのものすごく細かい条件、完全に一致しているときに限って動く。そうじゃなければ動かない。動かないのが普通なんです。 C++ と C++ はつながらないのが普通なんです。つながるのは特別な場合なんですね。これは本当に大事なことですね。はい。でそのことをわきまえていないと、ああなんか落ちた、なんか間違ったのかな、どうしようどうしよう、何時間では済まないでしょうね。その意識がない中で作り込みを行ってしまうと、何日も、1週間、1ヶ月、もうどうなるか分かりません。で専門家がいれば別で、専門家に相談をすれば専門家はそれは知ってますから、あの即回答、あそれはそもそもダメなやり方ですねっていう話になる。これはね大事なことです。ではここで終わりまして、もうやる意味もないんだけど、2012も当然落ちるわけです。じゃあここもね2012にしまして、はいね、こうなるわけです。落ちる箇所はやっぱりデリート、メモリー解放。おかしい、それはできるわけないでしょうと。こうなって当然なんですね。2010もやっておきましょう。やんなくていいんだけどね、せっかく用意したんでやらせてくださいということなんですが、はい、もう落ちる場所が違ってますね。 NTDL、 まあそれだけだから、そのなんかおかしな状況がさらに、まあおかしな状況はどれでもおかしな状況ではありますけれども、これはあの どこで落ちたのかというと、イントさん、まあ、内部であのあれですね、ブレイクポイント例外が、あのイントさんというのはブレイクポイント例外なんですけど、それが仕込まれているところに、あのこのカーネルベース DLL あるいは NTDL 内での内部矛盾というところにまで行ってしまってますねということです。まあ、とにかくこうなって当然だというお話でした。そこで解決方法なんですけれども、それがですからね C 言語なんです。 C 言語でつなぐ
両方とも C++ なんだけども C 言語にしてしまうってわけです。ここですね。このようにこれは前回の動画でお見せしたエクスタン C にしてね、でポインター new にして返すんだと、そういう形でね C 言語から使えるようにしたものなんですけれども、まあこうするわけです。で、あとはあの DLL ですので関数名を def ファイルここを書いておきます。これと delete、 それからこれもね、これでうまくいきました。ビルドしておきましょう。うん、いいですね。はい、そしてエグゼ側ですが、もうね、ここは C 言語に しなければもうしょうがないわけですから C 言語にしました。はい、まあ、かろうじてここがね、このような記述で済んでいる、あ、ここにストラクトといちいち書かなくて済んでますね。ここが一応 C++ ですね。メインの中は、はい、C 言語とも同じような感じ、まあここはあれだけど C++ ですけど、はい、この形でさあ実行してみましょう。はい、モジュール見ますとね、 DLL12010 ちゃんと2010でビルドした DLL がロードされています。そして MSVCP100D140D とこういった形でバージョンの異なる DLL2 本ロードされてますねと、こういう状況です。さあこれで DLL に入っていきますよ。あ、デバッグできなかったね、入っていかなかった、シンボルも読み込まれてるのにね。まあそれは置いといて、はい、出力します。そしてここで解放なんですが、このエグゼ側2019ですね、この中で解放しないということが大事です。こうやってね関数を読んでそっち側で、解放してもらうと、こういうわけです。ちょっと今関数に入っていかなかったんで寂しいので、もう一回見ましょう。これで、これね、こうしないとライブラリの関数と同じ扱いになっちゃったね。だから fopen だとしたらこれがね fopen の中入っていかないのが普通ですよね、2019では。はい、これでステップイン、あ、こういうのが出るんですか。まあしょうがないです。ここのジャンプベクターから入って、まあここまで来たらもういいかな。いいね、はい、入りました。いいですね。はい、じゃこれはいいとして、この解放のところも一応入っていってみましょうか。はい、いいですね。デリート、これは2010で生成したコードとか、デリートメモリーの解放なんだけども、そのメモリーのそのヒープマネージャーがですね、こちら側のヒープマネージャーが動いて、あのメモリーを解放してくれる。ヒープマネージャーが2人いる格好になりますからね、これ2つあるわけだから。いや、もっと言うとここっていうかカーネル残念にもいますよね。その OS 側でのメモリーのある、あのローカルアロックだとか、そうすると、あ、ローカルアロックを使った場合、そういう Winza に API のメモリーアロケート関数がありますけど、それを使った場合は DLL をまたいで全然問題ないんですよ。これは当然共有されるから、カーネル残念 DLL。まあ、それはそうと、これで、はい、うまくいきました。落ちたりもしません。はい。こんな感じです。C++ と C++ をつなぐときに C++ のままでつなぐというのは特別な場合です。普通そういうふうにはしません。そういうふうにすると非常に大きな制約が発生するからです。
まあ、ご覧いただきましたようにバージョンが異なっていると思うためですねと、まあ、2015、17、19におきましてですね、ランタイムライブラリーが共通化されてまして、なのでそれを使う分においてはまあうまくいく、逆に言うとそれを使うように必ずねするということであればうまくいく、うん、しかしビジュアルスタジオのバージョン今後どうなんでしょうね、うん、そこはだからバージョン変わるかもしれないんですよね。そしたらまた使えなくなる。さあ、まあそうちょっとややこしいお話になっちゃいましたが、とにかく何が当たり前なのか何が普通なのかっていうと、これが普通なんですよと。C++ 同士を C++ でつなごうというふうには思っちゃダメです。それをやるには問題があって、その問題を解決する方法をよくわきまえていること、まだその解決っていうかそれは制約になりますんでね。ExeDLL は違う時期に開発するのが当たり前で、違う時期に開発できるから嬉しい、だから DL にするということであるのに、違う時期に製造するとうまく動かないという制約ですからね。それ保守にも関わってきますから、プログラムを直したりとかそういうね、うん、ということなんで、これが普通です。C++ のままでつなごうとしたら失敗する恐れ、変に失敗しないから怖いですね。2015まではご覧いただきましたようにね、動いていったわけですから、でそのまま作ってそこについて考えずに頓着せずに、開発してると将来まずいことが起きてきます。恐ろしいものです。はい、そういうわけで今回は C++ 同士も C 言語にして、このインターフェースをね、関数の形を、引数、戻り値、これらですね、 C 言語のレベルにするということでつないでいくのが通常の当たり前のやり方、そうではないやり方は特殊なやり方になりますというお話でした。大事なことですんで、なんかね同じこと繰り返しちょっと申し上げてしまいましたが、このことだけは本当に大事なんで、これは本当に覚えておいていただきたいなと思った次第です。はい、長くなりましたがこんなところまでご覧いただきありがとうございました。これで終わります。